おはようございます、ウィンザーラケットショップ横浜店の斉藤です。おはようございます、ナビゲーターの道場です。本日は、はい、9月度のマンスリーランキングニュースということでございまして、はい、ウィンザー全店の、はい、集計からラケットの売れ筋をご紹介することによって皆様の商品選びに役立てていただこうというコンテンツでございます。はい、激動ということで。激動ですよ今回は。ではやっていきましょうか。はい、はい、ではよろしくお願いします。では斉藤さんやっていきたいと思いますが、はい、本日はマンスリーランキングニュースということで日付が、8月の21日から9月の20日までの売り上げとなります。はい、新製品もいくつかちらほら出たというところと、多いんですよ。ですよね、はい、まあ、大型の新人もあったというところでございますが、はい、激動ですか。激動ですね。どんな1ヶ月でした。とにかくその新製品ラッシュ、まあ、夏休みももう終わりに近づいてきてて、まあ、試合に追われてっていうよりは、うん、新しいラケットがどんどん入荷してくるんで、まあ、それについての情報を求めてってお客様が多かったですね。なるほど、はい、そうすると、忙しかった1ヶ月と。忙しかったですね、はい、ではやっていきたいと思いますが、まずラケットのランキングということでございまして、はい、ウィンザー全店での販売本数第10位からいきましょうか。はい、はい、まず第10位が、はい、こちらのビーストの、はい、300g、 ビーストの300、はい、の通常モデルですね。通常モデル、通常モデルですね。はい、はい、ビーストが発売になったということで全部で6モデル。そうですね、今回は6モデル、はい、まあ、この後104っていうモデルが、11月にまた出てきます、はい、ピンク色のやつですよね。そうですね、はい、はい、発売はね9月の7日に発売したばっかりなんで、はい、まあ、この2週間ぐらいの集計の中でランキングに入ってきたという。なるほど、ということは結構予約も入ってたというところなんでしょうかね。そうですね、横浜店でもそうですし他のお店でも予約が比較的多かったですね、はいはい、どんなお客様、男性女性含めて 300g についてはやっぱり男性の方の方がちょっと多い気がしましたね、はい、なるほど、はい、ということでプリンスの新製品、はい、ビーストの300、はい、ノーマルのラケットが第10位ということでございました、はいはい、では続いていきたいと思いますが第9位、はい、お願いします。第9位、はい、こちらがシフトです。シフト、はい、の99ですね。99、はい、先月から比べるとちょっとだけランクダウン。そうですね、先月ギリギリ、先月が6位、はい、うん、ちょっと落ちてきてますけども、はい、まあ、1ヶ月経っても残ってるという。そうですね、はい、ただこちらのモデル、まあ、プロと、まあ、99と2種類出てたんですけど、はい、今月27ですかね、はい、には今度は 99L っていう、ライトバージョン、ね、軽いバージョンも出てくるので、はい、まあ、ぜひそことも試していただきたいと思います、ね、はい、どんなお客様が。そうですね、このラケットやっぱりこう新時代と先月も説明させていただいたんですけど、はい、まあ、なかなかスピンを求めてってお客様はそんなに多くはないかなと。どちらかというと、まあ、ちょっとフラット系のラケットを求めてっていう方の方が多い気がします、ね、なるほどですね、男性女性でいくと、はい、これもやっぱり男性ですからね、はい、なるほど、はい、ということで第9位がウィルソンシフトということでございました、はいはい、続いていきましょう、第8位でございます、はい、第8位が、はい、さあ来ました、こちらのピュアアエロの98です。よしという感じですけども、はい、もうちょっと言ってほしかったですね、スピン系細マッチョということで、はい、上がってまいりましたけども、何回も言いますけども斉藤さんが、年間1位を取るとおっしゃっていたラケットでございます。ここからですね、はい、はい、ここで上がってきたのはなぜでしょうね。まあでも上がってきたというか、はい、予想よりちょっと下がったかなっていうぐらいの感じなんですよ。なるほど、なるほど、うん、そうですね、やっぱり在庫の問題もあるんですか。在庫はねまあまああるかなと思ってきましたけど、はい、まあただUS オープンもね、はい、アルカラス選手も頑張ってた感じはあるんですけど、はいはいはい、まあ、年間ランキングはちょっと2位に下がってしまいましたからね、はい、まあ、ここからちょっと巻き返していただきたいなと思います。そうですね、ただ年間1位はちょっと厳しいかもしれないですね、はい、ただただちゃんとトップ10に入ってきているというところ、はい、根強さがあるかと思います、はい、根強いラケットになってきてます、はい、第8位がバボラのピュアアエロ98ということでございました、はい、第7位いきたいと思います、はい、こっちの方が根強いかもしれないですね、はい、ピュアドライブ 300g のモデルですね。ピュアドライブ、はい、はい、必ずトップ10に入っている。そうですね、やっぱり根強いで、これももう発売からはね、まあ、2年ぐらい経ってきてるんですけど、
まあ次はってよく聞かれますけど、今のところそうですね、もうそろそろという気配はやっぱりしちゃいますもんね。そうですね、はい、ただ今のところまだそういった情報はもう全く僕のところにもないです、はい、発表はないと。ないです。何も聞いてない。何にも聞いてない。はい、わかりました。はい、第、7位がバーボラのピュアドライブということでございました。はい、いきましょう。第6位でございます。はい、第6位、こちらの新製品また来ました。はい、ヨネックスのパーセプトの100D です。 100D が来ましたか。はい、D 推しというところでは私も嬉しいところではあるんですけども、うん、パーセプトの 100D が、はい、第6位ですね。6位ということでございます。はい、ということはなんとなくこの先に、97とか、はい、100とか想像してしまうんですが、はい、こちらの 100D どんなお客様が、はい、ここはやっぱりどちらかっていうと、まあ、ある程度パワーがあるお客様、まあ、18、19っていうストリングパターンもあるので、ただうちのね、あの動画でも配信しているように D でも結構スピンかかるんだなって思う方もいらっしゃるので、フラット系の方だけではなく、まあ、比較的スイングスピードが速い方で、まあ、フラット系スピン系含めて選ばれる方が多いと思います。なるほど。お客様は100と 100D を打ち比べる方ってやっぱ多いんですか。多いですね。はい、なるほど。まあ、あえて97と 100D を比べてっていう方もやっぱりいます。なるほど。はい、97から移行された方もおられるでしょうし、はい、100からの移行の方もおられる。はい、ここはね、多分メーカーさんも思った以上に売れてるんじゃないかなと思うので、ここは在庫は結構なくなってきてます。あ、そうなんですね。はい、あのねほりはほりで、平賀さんにお聞きした時はちょっと 100D 楽しみなんですとおっしゃってたんですけども、ね、はい、平賀マジックがマジックだと思いますよというところですね。はい、はい、ということで第6位が新作のヨネクスパーセプト 100D でございました。はい、さて行きたいと思いますが、はい、第5位からいきましょうか。はい、トップ5、まず1本目、第5位は、はい、これもおなじみですけど、はい、V コアの100です。 V コアの100が第5位に来る。はい、いや、ここはトップ死守してるんじゃないかなという気配はありましたが、ね、はい、5位にランクダウンというよりはランクダウンです。同じ、おそらくですよ、ね、はい、その中で譲ったのはあるのかなという気はしないでもないですけども、先月はねやっぱり3位とトップ3を死守してた感じでしたけど、はい、まあ、今回ちょっと、5位に落ちてきたという感じになりますけど、はい、どうしても、まあ、他のラケット新製品ラッシュがある中で、うん、それでも売れてるなっていう感じはしますね。そうですね。はい、ということは、ピュアドライブのようにまた巻き返して、はい、トップ5ずっとね常連ということもあり得るとは思いますので、と思います。はい、はい、ということで第5位がヨネックスの、はい、V コア100ということでございました。はい、それではいきたいと思いますが、第4位お願いします。はい、さあまた見慣れたカラーになりますが、はい、今度はパーセプトの97です。パーセプトの97が第4位に入っているというところ、はい、まあ、ここもね、どちらかというとホストマッチョに近いというか、はい、小顔なラケットになってきますけども、先ほど 100D が入りました、はい、で97と打ち比べる方もおられるとお聞きしました。はい、どんなお客様がこちらを選ばれてますか。まあ、重さ的にはね、今取り上げているラケットの中でも一番重たい、だいたいここ最近のところ 305g まで、まあ、細マッチョ系も含めて305までで選ぶ方が多い中で、それをちょっと超えたこの 310g のラケット、なかなかお店でも売れなくはなってきてるんですけど、やっぱりこうパワーがある方、重たいラケットを求める方も、これはもうパワーがあるだけではなくてウェイトがあるラケットでしっかり振っていきたいっていう方が比較的選ばれてるんで、まあ、若い学生様だけではなくて、はい、結構社会人の方であったり年配の方でも選ばれる方は多いですね。なるほど。はいはい、一方で 97D は入ってきてない感じですか。はい、今回ランキングには今回は入ってきてないです。なるほど。はい、ただ、まあ、横浜でももともとやる予定がなかったんですが、はい、取り扱いさせていただいて、在庫はかなり少ないですね。なるほど。もともと入荷数のこともあると思うんですけれども、はい、じゃあ、在庫はそんな少なくない中では 97D も、はい、トップ10には入ってないけれども、はい、というところで、そうですね、しっかり、上位にはあると、はい、まあ、逆に言うと軽めの、100L についても、はい、思ってたよりというか、まあ、280g の 23mm というラケットの割にはすごく売れてるので、はい、トップ20の中にはランキングには入ってきてます。なるほど。はい、じゃあパーセプト的には全体で売れてますね。なるほどですね。はい、わ、はい、かりました。第、4位がパーセプトの97ということでございました。はい、ではいよいよトップ3でございますが、はい、第3位お願いします。はい、こちらもまた同じデザイン来ましたけど、ピュアアエロ
300g のことですね。の100の方ですね。はい、はい、こちらはご説明する必要もないと。そうですね。でここがもう今3位まで来てるんですけど、まあ、毎月やっぱり見慣れたラケットとしては同じようなスペック、あれ E ゾーンはっていうところがあるんですけど、うん、まあ、先にちょっと言ってしまうと今回、はい、E ゾーンがトップ10に入ってないです。なるほど、はい、これ E ゾーンの100も 100L についても SL 軽い方についても一本もちょっとトップ10に入ってないっていうのは、はい、なかなか初めてのことだと思います。ウィンザーテニスチャンネルマンスリーランキングニュース、はい、史上初のこと、トップ10から外れちゃいましたからね、はいはい、まあいいんじゃないですかねもう長きにわたりトップ10ずっと入っていて、うん、はい、新機種のパーセプトが出てるという影響もあると思いますので、はい、そうですね、はいはい、ただまあまた戻ってくるんだろうなという予測はされるところですけども、はい、ここはでも息が長いなって感じ、ね、そうですね、はい、ドライブと含めてトップ10に2本、うん、300g の黄金スペックが入ってきますね。はい、わかりました。それでは第2位ですかね。はい、はいはい、行きたいと思います。さあこれもちょっと意外な順位に入ってくるかもしれないですけど、はい、ヘッドのスピードです。でこちらは、はい、まあ、ブラックの限定カラーなんですけど、まあ、通常カラー白黒のモデルも含めての合算で2位に入ってきました、はい、そうですね、あの新色というか追加カラーが出て、はい、新色と合算ということでの第2位、はい、うん、でもヘッド失礼ながら、はい、トップ5に、はい、バーボーラヨネックス以外に入ったのも初めてのこと。そう、5位ぐらいにギリギリとか5位6位のところにギリギリ入るっていうことはやっぱり何回かあるんですけど、まあ、ラジカルが入ってきたりとかスピードがギリギリ入ってきたりはあるんですけど、トップ3って言われると初かなっていう感じですね。で今回についても、はい、まあ、この通常カラーとこのブラックの限定カラー、まあ、ほとんどの売り上げはブラックの方です。うんうん、新色が出たからというところですね。そうですね、はい、まあ、ジョコビッチ選手の優勝ということで、まあ、このラケットとスピードプロっていう重たい方のモデルも含めて結構日本買いされる方が多いですね。うーん、じゃあデザインが良くてというのもあるんでしょうね、はい、うん、例えばですよ、はい、白黒の、はい、定番モデルのスピードをお使いになっていて、はい、新色がなったから買い足ししようかなというお客様なのか、うん、新たに黒で出たので今までスピードユーザーじゃなかったのにお求めになる方とってどうなんですか。半々ですね。でも結構買い足す方が多く感じます。はい、あでも、新色が出たことによって、新規スピードユーザーが増えてるっていうことですよね、はい、そうですね。例えば前の限定からやっぱりブラックも出てたので、もともと今の現行ではなくて前回のブラックを使ってた方が今回もまた出るだろうと待ってて今回またブラックを買うっていう方もやっぱりいらっしゃいます。出ると予測してた黒だったら買うよということなんですね。そうなんですよ。そういうお客様もいらっしゃいましたし、はい、まあ、でもそういうことを考えると新色が出るということは新規ユーザーの方が増えていただけるというのはありがたいところですね。そうですね。でも限定カラーってこうやって出てくるんですけど、まあ、スピードが発売されて時間が経ってて、うん、まあ、正直なところ色がこう変わっただけっていう中で新機能がついてるわけではないのにこれだけ上位に入ってくるっていうのってなかなかすごいなっていうのを本当に感じますね。まあ、デザインがねたくさん9種類10種類と出てるラケットもありますけれども、ね、はいはい、そういうふうには効率もすごくいいのかなというところですね。これね、あとシナーが使ってくれれば僕的には安全安泰なんですけどね、まあ、それはメーカーさんが使うって言ってましたからね。では、第1位の発表いきたいんですけども、はい、その前に、はい、ピックアッププロダクツというところで斉、はい、藤さんが気になっている商品ちょっとご紹介いただきたいんですが、はいはい、今回ちょっとストリングを取り上げさせていただきます、はいはい、ストリング界今にぎわってますからね。そうなんですよ。で、はい、新製品も、まあ、そんなにまとめて出るものではないんですけどここのところ比較的多くちょっと多かったですね、はいはい、で、まあ、ポリエステルのガットとしては、はい、パーセプトの発売に合わせて、はい、まあ、このポリツアーレブの新色のミントが発売されたっていうこともあって、はい、この色で貼りたいっていう方はい、すごく増えてます、要はパーセプト買った方がこれを貼られると、はい、パーセプト以外の方でこの色貼られる方おられますか。まあでも他のメーカーでもし合わせるとしたら、はい、分ぐらいですかね。色が合うかなと思いますね。そうですね、はい、またフレームが白いラケットについては比較的合わせやすいんで、うん、まあ
シフトでも色的には合わせやすいかもしれないし、いろんなラケットに白だったら合う気がします、ね。なるほど。あと後ろにあります、はい、テクニファイバーとか、ね、そうですね。はい、いいと思いますよね。わかりました。じゃあこちらがちょっと今ホットかなという、ね、そうですね。やっぱり売れてますよね。はい。はい、そして、はい、まあポリばっかりが新製品出ること多いんですけど、はい、やっぱりナイロン系のストリングっていうのも増えてきてて、うん、まあバボラからエクサルトっていうストリングス、はい、これもまあ発売初日からまあお客様が買われる方は結構多かったですね。で、やっぱりファイバーツアーの進化版ということで、もともとファイバーツアーっていうストリング自体も人気があったので、そこ耐久性を上げてちょっとどんな感触なんだろうっていうので試す方は多いです。なるほど。ということはファイバーツアーユーザーだった方が、はいはい、今ここにという感じですか。はい、はい、まあ、アディクションをその間に試してたりとか、はい、いろんな方も試してますけど、一回ここに戻ってみたいという方は多いと思います。なるほど、はい、分かりました。まあ、はい、ナイロンでね、新作が出るというのも久しぶりだかと思いますけども。そうですね、はい、はい、それ以外にもありますか。はい、はい、まあ、そして今、はい、一番ちょっと話題性があってっていうストリングとしては、なるほど、こちらの、はい、アスタリスタアーマード。そうですね、そうなんです。我々も根掘り葉掘りを散々やらせていただいて、はい、ウィンザーのスタッフの皆さんも一押しされる方が多くてっていうところですけども、はい、なぜ斉藤さんに聞きますけども、はい、売れてるんでしょうか。やっぱり他に競合するストリングスというのがすごく少ない場所にあるんですね。以前ドクターも言われてたように、このナイロンのもので、まあ、いいものっていうのがなかなか開発、今謝礼を言いました、言いましたっけものでいいものっておっしゃった、そういうことですね、はいはい、あまりなくて、まあ、ポリの新製品がいろいろ開発されたりとか、マルチの柔らかいものっていうのは多いんですけど、まあ、耐久性があるナイロンっていうのはなかなかないかなと思いますので、そういう中で、まあ、目ずれも起こりづらいし、回転もかかってくれて耐久性もある、でテンション維持も高いっていうのはすごくいいところだと思いますよね。その売れてるというところですか。どれぐらいの売れてるなんですか。はい、正直、まあ、以前言われたようにこうスピン系のポリがライバルのような話をされてたんですけど、はいはい、まあ、ヨネクスのポリツアレイブであるとか、はいはい、バボラのブラストというところだと思うんですけども、はいはい、この1ヶ月間、21日から9月の20日までの中で、はい、アスタリスタアーマードが売り上げとしてはウィンザー1位です。軒並みその辺を追い越して、はいはい、新作ストリングでいきなり1位になることなんて、はい、普通僕は考えれないんですけど、ね、ないです。はい、それほどその世の中に、広まっていたとも思えないんですよ。そうですね。どうなんでしょう、お客様来られて指名ですか。指名です。どこでその情報って。そうですね、まあ、ウィンザーのチャンネルで見ていただいてたり、はい、情報を得た方も多くて、最初の土日については初回の入荷分が全部なくなっちゃって、ちょっとすいませんってご案内した方も何名かいらっしゃいます。なるほど。はい、という意味では、なんか根掘り葉掘りも少し貢献できたのかなと思うと嬉しいところもありますけども、はい、もうびっくりしてドクターソニーすぐ電話して売れてますよって言ったんですけど、はい、やっぱり電話パッて出た時はトワラソンのドクターですっておっしゃるんですか。いや、それですって言った今のまたピー入れなくちゃいけなくなっちゃうんでやめていただいてると思いますけど、はい、そうなんですよ、はい、ね、電話したんですけど、まあ、まあ売れるでしょうぐらいの感じだったんで、ちょっとびっくりしましたね。じゃあ自信があって、自信満々だったんですね、はいはい、なんかちょっとまだまだ不満そうな感じの、もっと売れるでしょうぐらいの感じが、いや楽しみですね。皆さんもぜひぜひ、はい、業界を揺るがすということもありましたけども、はい、まあ、ポリに迫るナイロンということですから、はい、ナイロンらしいポリではなくてという逆発想なの で、 そうです、ね、ぜひぜひお試しいただきたいと思います。はい、はい、では、はい、ランキングに戻りまして、はい、マンスリーランキングニュース、8月21から9月20日までの第1位の発表をお願いします。はい、第1位が、まあ、皆さん予想通りかもしれないですが、はい、パーセプトの100です。100が1位ですか。はい、はいはい、どんなお客様が。そうですね、やっぱりこのラケットについては、まあ、当然男性のお客様の方が多いんですけど、まあ、今まで V コアを使っていた方、 V コアの普通の100であったり98を使っていた方、まあ、V コアプロを使っててそのまま後継機種として変えていきたい方、ただ見てる感じとしては他メーカーの近いスペックを使っている方がちょっとこれいいんじゃないって試そうという方が増えてる気がします。なるほど、はい、まあ、それが先ほどのスピードであったりとか、まあ、ピア、ストライク、ブレードっていうところを使ってるお客様がデザイン面も含めてちょっと使ってみたいという気になってる方が多いですね。デザインの評判どうですか。なんかいろいろ賛否両論ありましたけども、はいはい、お店で見てる感じとしては
高評価の方がかなり多いです。なるほど。8-2ぐらいで考えていきます。はい。はい、私もねほりはほりで散々速報させていただきましたけれども、はい、はい、まあ、ねほりはほりの効果もあるのかなという気がしますが、うん、はい、ちょっとお聞きしたいのは今回パーセプト、トップ10のランキングで、はい、モデルとしては3モデル入ってました、はい、で当初我々も危惧していた部分が、うん、Vコアプロという名前からパーセプトに変わりました、はい、お客様が混乱したりとか、はい、全くそのどのラケット新作なのかなというところも、うん、お感じの方もおられるかもしれませんが、うん、V コアプロをお使いの方でパーセプトに乗り換えた方も結構おられます、はい、おられますね、はい、います、います、結構多い、はい、新規ユーザーよりなんとなくのイメージは新規ユーザーの方の方が多いです。あ、はい、なんですね、はい、ということで、まあ、これから、まあ、V コアプロから乗り換えというか、うん、新作にスイッチされる方もだんだん増えていくかもしれませんが、ね、はい、スタートとしては新規ユーザーが多かったという感じですね、はい、ってことは、まあ、当然ヨネックスさんにとっては、はい、してやったりという感じかもしれないですね。ね、あと心配なのはヨネックスの中でのカニバリというか、はい、はい、E ゾーンをやめて V コアに行かれた方もおられるかもしれませんし、はい、V コアからもおられるかもしれませんので、はい、この後ちょっと進捗見たいですよね。ね、はい、はい、ということで今回第1位が、はい、パーセプトの100ということで、はい、ガラリとこのトップ5入れ替わった感じでありましたからね。まあ、激動と言っていい1ヶ月だったかなと思いますが、はい、この先が楽しみというところでございます、はい、今後新作で入ってきそうなので今のところ新作はないですかね。今のところは次続いてきそうなのはそうですね、先ほどのシフトの99L が入ってくる、はい、今月末に入ってくるかなっていうので、はい、そこからはちょっと落ち着く気がしますね。なるほど、はい、分かりました。はい、はい、ということでランキングニュースでございましたけども、はい、合わせて、ウィンザー内でのイベント等のお知らせをしていただきたいと思います、はい、トラックマンの開催については、まあ、成績桜ヶ丘店、横浜店でまた3回ずつ行います、はい、でちょっとね11月にはオンコートでやるかもっていう開催も予定してますので、はい、まあちょっと情報はいろいろチェックしていただければと思いますね。オンコートイベントということですね、はい、そうなんですよ、久々です。下コーナーではなくてお外に出ていったということです、はい、まあ、詳しくはまたちょっとはい、ニュースの方で確認して、わかりました、楽しみにしたいと思います、はい、まあ、それに合わせて、足型計測会については、秋葉原店、町田店、新宿店の方で、開催予定となっております。まあ、足型測定会も、はい、トラックマンもご予約いただけるということですので、はい、ご予約いただいた方がスムーズに、はい、測定できるかなというところではご来店お待ちしたいですね、はいはい、バーゲンもありますからね。そうですね、9月末から10月ありますので、はい、ぜひぜひお立ち寄りいただければと思います、はい、先生も体調壊さずに頑張ります、頑張っていただければと思います、はい、ということで、本日は9月度のマンスリーランキングニュースをお届けしました、はい、斉藤さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。